久しぶりに京都縁町の浪江さん行ってまいりました。店の前によく白い可愛らしい常連さんのワンちゃんがいるお店ですね。で、ハイボールとブリトロ行ってまいりました。素晴らしい風景でございます。これブリトロですが、こう見たから見るからに美味しい、油が乗ってるのが分かるブリトロでございまして、これは非常に甘くて美味しかったです。450円なんですよね。で、国産のあんこうの唐揚げ、これも400円台で480円、非常にリーズナブルでございます。レモンはちょっとジャーとかけるタイプなんですが、たまらずちょっとご飯を言ったんですが定食になりました。いや、僕刺身とご飯すごい好きなんですよね。まあ夜あんまりご飯言うことなかったんですけど、いや、やっぱり刺身とご飯美味しいです。で、このあんこの唐揚げにさらにご飯と、いやいや、これ素晴らしいです。で、漬物に、ご飯と、そうこうしてる間にホタテがやってまいりまして、炭で焼いてあるからすごい燻製というんですかね、香ばしくて非常に美味しいんですよね。やっぱガスとか焼いてあるのとまた全然違います。さらにこれにご飯と、いや、もう最高でございました。で、縁町の駅から、西に行った北側にあるんですけれども、これ歩いてたら、ちょっと見逃してしまうようなところにあるんですけども、非常に縁町の住民から愛されている名店でございます。ご飯じゃなくて焼きおにぎりもね、ここめちゃくちゃ甘いので、寄られましたらぜひ一度、チャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。それではまた明日です。ありがとうございます。